です。まあ、今日ある程度イニング投げますと、規定投球回数に達しますので。タイミングずらしました。サードゴロです。佐藤輝明が一塁に投げて低いボール、ボールが取ってスリーアウト。いい立ち上がりを見せました伊藤将司。1回の表スワローズは3人で攻撃終了。ジェラーセントラリーグ公式戦、タイガース対スワローズ、1回の表スワローズは0点です。さあ一方スワローズは山野が先発です。まあ、肩を痛めたりして一旦育成になって、で今年また7月の14日に支配下になり、8月1日のジャイアンツ戦で7回無失点でプロ初勝利を挙げました。2020年ドラフト2位山野。インサイドはストライク。ランナー2塁でしたが先制点山野許しませんでした。最後はインサイドのまっすぐでした。1回の裏タイガース無得点。ジェラーセントラリーグ公式戦、タイガース対スワローズ、1回終了0対0です。7番の北村です。おとといは沖で昨日は宮本さんでした。右方向の打球です。ライトへのこれは犠牲フライ、十分でした。サンタナ入ってくる。最後はヘッドスライディング。北村のライトへの犠牲フライ、まあ、同級生の森下へのフライになりました。いやいい形してますよね。はい、もうちょっとでしたけどね。スタメンになりました小野寺。二塁ランナーも帰ってきました。逆転、5番小野寺の逆転の2点タイムリー。3回の裏ついにタイガース山野を捉えました。2点取ってなおも満塁。上がった打球です。ライトへのライン際掴んでタッチアップからスタートを切る大山、帰ってくる。二塁ランナーも三塁へ。梅野の犠牲フライで1点追加、3対1。2番の中野、ノーアウトランナー二塁一塁です。投球2球目、中野に対して山野。左方向、サード頭上。伊藤は三塁、蹴ってホームに帰ってくる。ピッチャーの伊藤が今、ホームイン。中野のタイムリーヒット4対1。左方向にうまく打ちました。伊藤コーチは励ますように山野に声をかけてベンチに戻ります。いやーこれうまく打ちましたね中野。打ちましたね、はい、そして伊藤もよく走りました。いやそれよりね、はい、並木の足の速さね、あなるほど、めちゃめちゃ前で通りましたからね、はいはい、普通だったらあれフェンス行ってたら二塁三塁か、もしくは近本も帰ってますよね、うん、高く上がったレフトへの大きな打球、第10号のホームランになりました山田哲人。第10号のツーランホームラン、5回の表2点を返して1点差に迫りました。山田哲人の一発。山田選手第10号ホームラン、1点差に迫る第10号のホームラン。バッターは4番サード村上。今年も2桁に乗せました山田です。いややっぱりこれがありますもんね。うーんちょっと真ん中高めに入りましたかね、はい、うん、三塁一塁5対3、貴重なセンター前タイムリーヒット。三振、試合終了。しっかり岩崎で締めました。タイガース2007年以来の10連勝。
3カード連続の同一カード3連勝、止まらない快進撃、がっちりと首位をキープ。今日はカープが敗れていますので、これで8ゲーム差、貯金は今季最多24。いよいよマジックも見えてきました、タイガースです。